1分でわかる吉田秀彦。吉田秀彦は、日本の柔道家、総合格闘家です。バルセロナ五輪で金メダルを獲得。その後プライドヘビー級で日本人のエースとして活躍しました。愛知県に生まれます。中学の頃から柔道で活躍。常に全国大会で好成績。明治大学卒業後、現在の日本製鉄に就職。オリンピックで、すべて一本勝ちで金メダルを獲得。吉田道場を設立。柔道の普及に努めます。格闘家に転向しホイスグレイシーに勝利。その後プライドに参戦。マークハントや田村清に勝つなど道着を着用し活躍します。大晦日の小川直也戦が高視聴率を記録。戦国で女子バーネットに一本負け。格闘家引退。柔道指導者に復帰します。愛称はフェラーリです。吉田秀彦のファイトは、今も多くの人の心に残っています。